はい、皆さんこんにちは。ゲーム実況第6回目、スターカップマリオカードです。今回もよろしくお願いします。スタート。今回もマリオで、ちょっと車をこちらに変えました。今回も1位を狙っていきます。さらに腕を磨いてどんどん上手になりたいです。今回は、ちょうど20年経つ大事件についてです。911、テロ事件についてです。今年の9月11日で20年経ちます。2001年9月11日の朝、イスラム過激派テロリスト集団アルカイダによって行われたアメリカ合衆国に対するテロ攻撃です。まあ、単に911とも言います。このテロによって約3000人が犠牲になりまして、2万5000人以上が負傷したそうです。この事件をきっかけとしてアフガニスタン紛争が始まりました。この車なかなかドリフトがうまくいきます。いい車です。最終3周目が最終です。このまま1位取れる、頑張ります。で、戻りますが、911同時多発テロが、国際テロ組織アルカイダの指導者オサマ・ビン・ラディンの仕業だと分かり、ビン・ラディンをかくまうアフガニスタンに侵攻しました。アメリカが911によって戦争が始まったんですね。当時はこれが真実だと誰もが思っていましたが、時が経つにつれて自作自演だと言われるようになってきました。やりました。1位、幸先いいスタートです。で、テレビでも扱うようになってきたんですね。911の方はここで1位を取ってポイントを稼ぎます。この輪っかに入ると少しスピードが上がるようです。ここはちょっと厳しい状態だったんですけど、このマシンの性能のおかげでうまく曲がれるようになりました。2周目です。すいません、911の方に、なりますが、まあ、私が信じるのは、皆さんお分かりの通り自作自演だという説なんですね。ネットでは根拠がたくさん出てます。911についてはネットだけじゃなくてテレビでもたくさん報道されてるぐらいいろいろやってます。で、自作自演だという根拠はたくさんあります。調べると出てきます。で、私が最も決定的だと思う根拠を挙げます。まあ、当然私は自分が分かったわけじゃなくて、まあ、ネット等で言われている説の中から思う根拠なんですが、それは WTC7 です。ワールドトレードセンター7のことで、倒壊したツインタワーは、WTC1 と2のことなんですね。飛行機が体当たりしたってのは1と2なんですね。で、それ以外も関連のビルがいくつかありまして、WTC3 から7まであるんですね。3、4、5、6、7と。で、WTC ワールドトレードセンター7、
のことですけど、やりました。ありがとうございます。で、ワールドトレードセンター7は1987年に完成したようです。まあ、ツインタワーには及びませんが、ちょっと先ほどレースに夢中になってしまいました。で、話を続けますが、WTC7 は1987年に完成したそうです。で、ツインタワーには及びませんが、高さでは。47階建ての大きなビルです。そのビルがツインタワー1と2が完全に倒壊した後、同じく崩れ落ちるように、10秒もかからないで倒壊しました。その様子は、YouTube でも検索すると出てきますし、まあ、いろいろ出てきます。で、その崩れ落ちる様子を、まあ、いろいろな方が、ビルの爆破解体現場のようだと、そういうふうに、複数の人が言います。まあ、そう言われてみると、もう私もそんなふうに思います。ズタダダダダと崩れ落ちてますので。で、飛行機が体当たりしたツインタワー1と2が倒壊するのは理解できますが、WTC7 は飛行機が当たってないんですね。さらに、ツインタワーのすぐ隣ではなくて、間に WTC6、WTC6 を挟んでいます。隣のビルなんですね。WTC6 は低いビルではあるんですが、結局ビル1個分は離れてるんですね。それが、まあ、飛行機とかミサイルとか当たってないのに10秒以内に倒壊しました。これは事前に爆弾をビルの中に仕込んであって、テロに見せかけてビルを解体したと考えられます。まあ、当然そんな話を許すわけもなく、まあ、いろいろ反論がありますが、ぜひ皆さんに公正に判断していただきたいと思います。まあ、いろいろな反論というのですが、まあ、例えば火災の熱で鉄骨の強度が落ちてたり、ツインタワーの崩壊による破片の直撃などの影響で、まあ、崩壊したとされている等ありますが、まあ、しかしそうであれば周囲の他のビルも全て完全倒壊になっていたはずです。今回は2位です。最終レース、ワリオスノーマウンテンです。ここで1位で締めます。で、続きです。反論がありまして、鉄骨の強度が落ちてたりとの反論ですが、ツインタワーの破片によるものであれば、破片が当たりちょっとずつ削れ取られるようにビルが破損していったと考えます。 WTC7 が一気に倒壊した様子は、飛行機が体当たりした WTC1 と2が倒壊した時と同じなんですね。飛行機が当たってないのに当たったビルと同じように、倒壊しているのは不自然ですね。同じように爆弾が仕掛けだったんじゃないでしょうか。 WTC7 の1点だけで、911が自作自演だとはっきりします。まあ、嘘を突き通すには完全でなければなりません。一つ嘘が明らかになれば全部が嘘になる。ビルが倒壊するように911も倒壊する。 WTC7 が倒壊する様子は検索すると出てきますので、ぜひ見ていただきたいと思います。で、なんで自作自演するかっていうことですが、まあ、アメリカが戦争する口実を作るためです。アメリカは世界最強の軍隊を持っていて、まあ、それだけ維持費が高くつくんですね。例えば戦闘機を1機でも持っていればメンテナンスで維持費がかかる。たくさんの兵器を持っているので維持費も世界最高になります。まあ、兵器を使いたいんですね。だから戦争する口実が必要になる。戦争になればアメリカの勢力拡大にもなります。負けることはないので。で、金づるの相棒の日本もいまして、で、戦争で負けることないアメリカは他国で利権を獲得するチャンスになります。まあ、そういうことを今まで何度も行ってきた可能性があります。
そんなアメリカと同盟関係の日本は911の真相をはっきりさせることが必要です。やりました、1取れました。どんどん上手になってます。ありがとうございます。で、今回の911のテーマは以上になります。それでは次回も皆さんよろしくお願いします。皆さんごきげんよう。